大学の前でね、発狂してやりました。すごいね、自分の中でスッキリしましたね。あれをしなかったらもう俺は多分踏ん切りがつけられなかったと思うまあ僕がね、こう明治大学にね、なぜこういうことをねした経緯についてね、語ろうかなっていうふうに思うんですけどね、こうなんていうのかな、すごいね、明治大学ってコンプレックスなのよ、僕にとって。すごい第二志望ぐらいで、まあ、行きたい大学だったんだけども行けませんでした。でなんで僕明治大学に行きたかったかっていう理由もついに語るんですけども、明治大学に行きたかった理由は、まあ、単に私の父親の出身大学ですね。確かうちの父親も明治大学経営学部だったのかな。明治大学経営学部に僕も入ろうと思ってね、まあ、外見利用入試っていうものを使って、まあ行こうと思ったんですけども、見事ね届かずに落ちるということをね、経験いたしましたね。まあ確かね、その時ね、国語が全然できなかった気がする。世界史に関してはまあまあできた。でもちょっとね、国語がちょっと怪しかったかなっていうふうに思いますね。もう仕方のないことかなっていうふうにね思って諦めています。僕がなんでここまでコンプ抱えてるかっていうと、僕身長高い方だと思うんですよ。まあ、自分で言うけども身長は高い。178センチありますね。でも父親186センチある結構巨漢なんですよ。結構大きい男で、なんか自分チビジーされてきたんですよ。なんかお前チビだなみたいな感じで、まあ、父親がいじってくるんですよね。まあそれ僕むちゃくちゃ不快で、178センチあるのに身長コンプを抱えてるっていうね、何とも言えない状況が、続いております。まあ、学歴コンプもそうでした。なんか父親が、明治大学行ってるから、まあ一人息子である俺もなんとなくそれぐらいの大学に行かなきゃいけないのかなっていうふうに思いました。ところが父の大学には届きませんでした。僕父は明治大学で、僕は中央大学なんです。もうそう考えるとね、割とまあ中央大学ってまあ基礎大学であることは確かなんですけども、世間的には高学歴なはずなんですよ。でもね、なんかこう第一志望の立教大学と、第二志望の明治に受からなかったことが、僕のコンプレックスの続きになっているかなっていうふうに思います。もう就職頑張ろうと思ってね、まあ、最初マスコミ界隈目指そうと思ってました。でもね、グループワーク全然ダメでしたね。なんかマスコミ界隈とか、そういうのを目指そうかなっていうふうに思ったんですけど、なんかねこうできなかった。まあ、マスコミに入りたいなとかさ、競馬業界で働きたいなっていうふうになんとなく思ってたんですけども、僕の気質の問題ですかね。まあそれはまたおいおい話すことになると思うんですけども、まあその僕の気質の問題というか、まあそもそもちょっと性格に難がある人物なんでね、まあ性格がに難がなかったら、まあ明治大学の前であんな大絶叫なんかしないんですけども、まあというわけで、まあ僕はかなりね、明治大学にトラウマを抱えている人間であることは、まあこの動画で、ご理解いただけたんじゃないかなっていうふうに思いますね。の身長では父親も越せず、勉強では、学歴では父も超えられず、で就職でも超えられそうにないんですよ。でまあやっぱりね、人に関してね無頓着に言いすぎる節があるんですよ。でまあ僕動画投稿、まあ僕7年間くらいやってるんだけども、まあ、全く目出ませんでしたね。全く動画投稿も全然目出ないんですけどもね、まあ頑張ってやってたんですけども、まあある日ね、なんかまあ僕が就活うまくいってないのもあるんですけども、なんか父親に対して動画のことについて話したんですよね。まあそしたら、まあ父親がなんか陰で動画の陰口を言ってたんですよ。あいつはプライドが高くて、変なことばかりしてるから、動画としても受けないんだよみたいなことを言ってて、なんかねものすごくね僕の中でねカチンときたんですよ。私ここでね、私買ったのよ。ここの明大マートってところかな。
かここで、なんかこの、まあ、こいつ買ったんですよ、こいつ。この明治郎くんっていうのを買ったんですよ。まあ、あそこで明治郎くんぶん殴った意味って、その、僕ね、明治郎くんにね、すごいトラウマがあるんですよ。で、そのトラウマっていうのは何かっていうと、まあ、あの人形ね、明治大学受かるよって言って、買ってもらったんですよ、知人のおばさんに。おばさんに買ってもらって、あそこの、なんだっけな、さっき発狂した、ま、ところの前でやってもらったわけよ。そしたらですよ、見事に落っこちまして、でせっかく明治郎くんの人形を買ってもらったのに、ちょっと持ってきますわ、買ってもらったのに、僕にとっては学歴も、身長も、就職も超えられない、もう呪いの人形になったわけですよ。まさに人形があるおかげで、まあ僕は、学歴コンプも身長コンプも就活コンプレックスも抱えることになってるんですね。僕にとってはね、これはあの呪いの人形なんです。だから最初の動画でね、これぶん殴ったけども、ストレス解消に僕いつも使ってるわけ。これストレス解消の吐き口にこうガンガン殴ったりとか、日頃から DV をしてます。あれ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 、前のせいなんじゃよ。まあ、おばさんにもらってね、おばさんには本当感謝してるんだよ、僕も。おばさんにはすごい感謝してるんだけども、私にとって、まあ、ある意味、おばさんのために捨てられないものでもあるし、ね、就活コンプとかね、そういう自分のコンプレックスを解消するためにね、まあ、中央大学に通う4年間、まあ、僕、バイト3回くらいクビになってるからさ、こいつのこと何回もぶん殴ってるわけよ。ってことですね。学歴コンプなんか抱えずに、普通の人間になりたかったんですよ、僕。普通に歩んで、普通に過ごして、なんか普通の女の子になりたいですね、今。それで恋愛とか、そういうのも、本当にしたい。でもね、もう社会からね、もう社会不適合者のね、烙印を押された、もう今僕もう、ストレスもマッハなんですよ、もうマックスだし、もう、社会が憎いし、すべてが憎いんだよ。まあでもね、今日こうやって明治大学の前でね、この呪いの人形をぶちかましてね、もう大勢の人の前でね、こうギャーギャーピーピー叫んだのはね、本当にね、この学歴コンプレックスの、ね、解消になったと思います。でこの一歩こそが大事だったんだ。この一歩を踏み出せなかったら、俺は一生ずっとコンプレックス抱えることになってたし、まあ動画にして残すことで、まあ俺の気持ちも晴れたってかということでね、ありがとうございましたね。まあね、こいつとはね、こいつのことは多分一生捨てられないと思いますね。画面の前のみんな、こういう人間になっちゃいけないよ。明治大学に入れなかった、立教大学には入れなかった、普通の人間にもなれなかった、就活コンプレックスを抱えていた、そしてこんな変な声をしてる、こんな人間になってはいけないよ。ってことで、ありがとうございましたね。まあ周りの視線がもう痛いんで、もうこれにてね、終わりにしたいと思います。まあでも俺はこれで生成した。もうこれでもうコンプレックスに苦しむことねえや。まあ投稿できるか。まあ投稿できたら多分コンプレックス解消されてんだろうな。いやー、せっかくクリーニング出したのに服汚ねえや。ってことで。ありがとうございました。バイバイ。みんなもこうならないようにね。